ジェネックス -1B の排気ノズルシェブロンとは、騒音低減のためいくつかのジェットエンジンの排気ノズルの後円部に使用される、挙手状のパターンである。ターボファンエンジンは、ターボジェットエンジンに比べて騒音が小さいが、バイパス流がコア流や外気と混合する際に騒音を発生する。シェブロンノズルはその騒音を解決するため、ノコギリ状パターンを排気口に刻むことでのファン流と、 燃焼ガス流をうまく混合し、騒音を低下させる効果を狙ったものである。このノズルは、アメリカ航空宇宙局の助けを借りて開発された。このノズルを採用した例には、ジェネックスとロールスロイストレント1000、ディープ -1B があり、エンブライル E ジェットに装備された CF34 もシェブロンノズルを採用している。これらは主に民間機向けの、 高バイパスターボファンエンジンであるが、ゼネラルエレクトリックでは、戦闘機用の低バイパスターボファンエンジンである、ゼネラルエレクトリック F414 の激しい騒音を減らすため、シェブロンノズルを装備させて、試験を実施している。この場合3デシベルの騒音軽減効果があったと、されている。シェブロンノズルの欠点として、巡航時の水力低下があり、 よりシンプルな形状としたノズルなどの研究開発が JAXA などで行われている。ありがとうございます。